ボール、プレーボール、プレーボール、さあ、高速プレーボールで察しました。こちら、バイオハザード終わりません。第2夜、やっていきましょう。イエーイ、プレーボール、プレーボール、プレーボール。さっきツイッターで間違えて高速プレイって言おうと思ったら高速プレーボールってつぶやいちゃったんで、今日は高速プレーボールでスタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、こっちは東海議 TV、 はい、今回私第2回目となりますね。9月1日から、東海議までの151日間、はい、平日3番組、土日は特番でお送りしております。はい、日本最大級のゲーム番組放送局です。はい、一回説明をしよう。その中でね、この番組、このバイオハザードの私の企画は隔週水曜日3時間目に放送しております。よろしくお願いします。さあ、そういうことで、ね、本日もね、プレイしていくゲーム、まあね、いろんな人がいろんなゲームをプレイしているわけですが、今日はなんと前回と同じくバイオハザード HD リマスターバージョンをプレイしていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。はい、まあね、一応前回見てない人のために一応あの説明をしていきましょう。このゲームはですね、1996年、発売されたバイオハザード第1作目を、リメイクしたものになります、ね、リマスターでもありますね。ゲームキューブ版、プレイステ版、ゲームキューブ版、そしてプレイステ3版、プレイステ4版ということでね、だんだん と、またリメイクされていって、今回リマスターバージョンですね。プレステ版の今一番新しいバイオハザードをプレイしていきたいと思います。ね、さあ、シリーズ史上最も恐ろしいと言われているバイオハザード1がさらに高画質になってプレイできるということで、今日も引き続きニアということでね、前回から引き続きプレイをしていきたいと思います。前回はリチャードっていうね、あのブラボーチームの部隊をが毒にかかってて、うわやべえってところで血清持っててブシュって刺して、あのやったー生き返ったーっていうところで終わってますね。リチャード助けたところですね。というところで終わってますね。うん。そんな感じで、ちなみにまあこのゲームのストーリーというと、この主人公たちの部隊、スターズっていう部隊なんですけど、それが2部隊いて、アルファチーム、ブラボーチームっていう2つのチームがあるんですね。で、そのブラボーチームっていうのがとある洋館を調べに行ったら、なんかあれ、いなくなっちゃったって言って、連絡なかったぞって言って、アルファチームが向かって行ってその洋館に入ったというストーリーになってます。その洋館に入ってみたら、なんとおぞましいゾンビがいっぱいいるんだ。今日はそれをメタメタに倒していきたいと思います。やっていきましょう。はい、そういうことで、そのブラボーチームね、アルファチームとブラボーチーム、前日にブラボーチーム入って行方不明になっちゃったブラボーチームの、話ですね。その話がバイオハザードゼロっていうのがあるんですけど、そのバイオハザードゼロのなんと来年リメイクされますんで、その映像がありますんで、見ても まずそこから見てもらいましょう。どうぞ。It was I who scattered the T-virus in the mansion. Revenge on Umbrella. The Umbrella Research Center? The first general manager, Dr. James Marcus. Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished.What could have done this? You must have kept messing around with the mother virus. You are wasting your time. I am very territorial. No, Billy! You can't be serious. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish.I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Biohazard Zero.
来年の1月21日発売予定です。はい、まもなく発売。なんとね、来年にね HD リマスター化して、さらにはねウェスカーモードっていう新モードも入ってくる。めちゃめちゃ強そうですよ、これ見ると、でね、日本語ボイスも追加されていて、いろんな有名声優陣が日本語吹き替えをやってくれます。今までは英語版しかなかったんですけど、日本語版に楽しめるようになってますんで、ぜひ皆さん手に取って遊んでみてください。で HD 版でさらに高画質化されて、追加要素もたくさん入っております。詳しいことはインターネットと、そちらのホームページに書いてありますので、ぜひ皆さん見てみてください。よろしくお願いいたします。でこの新コスチュームね、なんかすごい可愛い感じとね、なんかすごいいかつい感じありますけど、ぜひね、プレイされた方もさらに楽しめる仕様となってますので、皆さんぜひこのゲームを手に取って、新しいバイオハザードの世界をお楽しみください。よろしくお願いします。はい、ちなみに私はすぐ発売日前に予約して買います。これはスタジオ戻ります。はい、ということで解説でしたね。バイオハザードゼロ、全ての始まりです。今これからプレイするのはバイオハザード1なんですけど、その前の話ですね。ブラボーチーム、今レベッカっていう可愛い女の子とかいましたけど、そのブラボーチームがどうして、こういう事件に巻き込まれてしまったのか、全ての始まりを描いた作品になってます。ぜひ皆さん、今回私の実況のバイオ1を見た後に、そのバイオハザードゼロもぜひプレイしてみてください。よろしくお願いします。はい、そういうことでね、結構ね時間がないんで、今日はねバイオハザード1、宿舎まで行きたいと思います。知ってる人は分かると思いますけど、宿舎クリア、プラントを倒してハンターが出るところまでできればやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。さあサクサク行こう。じゃあ画面お願いします。本当に時間がない。本当ね、最短ルートでほとんどアイテムボックスも使わずに行かないと、だいたい50分か1時間ぐらいしかないんで、それで宿舎クリアっていうのは難しいんでね、早速行きましょう。今持ってる装備前回引き続きですね、こちらグレネードランチャーに硫酸弾6発入れてます。これはこの後の4の戦闘に備えての装備となってますので、よろしくお願いします。じゃあ上がっていきましょう。まずはサムライエッジを持って走っていく。さあ前回リチャードを助けたんで、これからねここからリチャードを助けて4と戦いに行きます。4ってヘビなんですけどね、ヘビを倒しに行くんですけど、その前にやることがたくさんあります。これまあ見なかったことにしよう。これ多分クリムゾーンヘッド化しますね、時間経って。来るかな来るかな、来ない。オッケー、今ね赤くなってたんですよ、あれ多分ね死体が早くも初っ端から修羅場ですね。うん、あれはあんまり当たらなければ襲ってこないんで、とりあえずこうやって回避していきましょう。でこっちですね、ここに入るとバリーバートンがいます。うん、ここでクレストっていうアイテムが出会えるんですよ。そのクレストを使うとマグナムをゲートできます。最短ルートで行く場合はここ来なくてもいいんですけど、せっかくね生放送でやるんで、マグナム欲しいなと思うんでね、マグナム取っていきたいと思います。そんなにびっくりして。でスルート入るとねバリーが卒アル見てる。卒アルね、俺これ応援だったなって言ってここで見せてきますね。で衣装が書いてあります、ね、卒アルに衣装書いてあるんで、ゾンビになる人の言葉が書いてあるんですよ。これはぜひ皆さんプレイして読んでみてください。どうも。まあこの館は普通じゃないとは思ってたけど。確かにここは異常なことばかりだな。ねえ、この破れた部分は？ああ、おそらくかなり重要なことが書かれてて、誰かがそれを隠したのかもな。引き続き調べてみよう。はい、そういうことでバリはすぐ逃げますね。怪しいな、なんでこんなに一緒に行動してないのかと思うぐらい怪しいぐらいに、すぐにいなくなっちゃうバリですね。はい、これバリー正直ね見られたくなかったんですよね、うかつなんですよね。でここでこれはプレス少々台ではなかったシステムでリメイク版で追加されてます。ここでハチのルアーと本物の標本を交換することによってクレストっていうアイテムが手に入ります。そのクレストをね中盤くらいで使うとマグナムが手に入るんで、ここは絶対にやっておきましょう。コルトパイソンですね、後半、かなり使えるんでね、ここはしっかり取っておきましょう。で針をつけてルアーを完成させて、でここですね標本があるんで、ここに、生物の標本をつける。その2つをクリアすると、ここでスイッチを押すと、なんと中からクレストが出てきます。うん、ごめんね、サクサクいきますよ。本当今日ね時間がないんでね、もう本当動かしながら喋っていきます。そう、前回みたいなねおっぱいプルンプルンとかはなしでやっていきますんでね、もう簡単と行くぞ。ここでここは走合い蜂は2発、ハンドガン2発で倒せるんですが、相手にしてると時間がもったいないので、これ逃げましょうね。無益な摂取はしません。この蜂はね、後半ぐらいだとね、毒に感染する蜂も出てくるんですけど、確かここの蜂はね、うん、おっぱいないのって今運営さんが噛み切りました。おっぱいないのって、今日はありません、今日はありません、ごめんなさい。今日はね、本当にね、おっぱいとか行くよりかはね、でもその代わり今日ね、ウェスカーが出てきたいのに、出します。京子さんで、ね、ウェスカーさんを出そうと思いますんで、うわー、うわー、うわー、甘いわー、俺の早いもんね。
はい、そこでね、クリームトイトね、燃やされるとこんだけ倍速になっ てモンスターが変形します。はい、こんな言葉はね、しかもあいつを相手にしてるとね、あの おっぱいの代わりに今日はああいうゾンビたちが一番活発な日になってますんで、ぜひ皆さん楽しんでいきましょうね。おっぱいを見る余裕はないぞ今日は。そう、ウェスカーのねオスパイがあるから大丈夫今日は。うん、なんとね、まだ若かりし頃のウェスカーさんが現れますんで、よかったら皆さんお楽しみください。そこまでは絶対行きたい。それをウェスカーさん見るのが今日目標です。で、50分のギリギリなんで、まあ頑張っていきまいね。さあ、ここ新しい扉目の前に、ここゾンビいますんで、ここのカードにゾンビでこれ打ちましょう。はい、ここね、よくね、あの突っ込んじゃうとすぐにゾンビに接近されるんで、ここは前もってやっておきましょう。で、この先にハンドガンさんは30発あるんで、ここはもうバンバン使っちゃっていいです。できればね、あのワンマガジンぐらいは使っておくとこですね。あのアイテム欄が結構あの埋まってしまうんで、もうここら辺はもう容赦なくハンドガンバンバン打っていきましょう。はい、で、ここですね、ここにハンドガン頭30発あります。ここに まずマガジン1個目で、ここの先にロウソクがあるんですね。ここでここに譜面の片側があるんですけど、ここでライター使うと火がつきます。火がついて、ここですね、ここに隠しハンドガンの弾があるんで、これ忘れないように、まず見えない部分にあるんで、これやっておきましょう。で、取っておく。で、ハンドガン、あ、でもこの先いるんだよ、この先にゾンビが隠れているんで、ここはハンドガン弾補充。よし、で、ここですね、ここ全く今は全く敵の気配ないんですけど、ここ入った瞬間敵います。なんで一回入るで U ターンして戻る、で、距離を空けてここで撃つ。よし、これヒットですね。正直ここでクリティカルは出てほしくなかった。クリームゾーン化を防ぐためにも、ここは別にこいつは頭吹っ飛んでも意味がない。で、これ譜面があります。で、譜面を取ってすぐ行きましょう。はい、こんな感じでね、あのたまに爽快ショットも来ますんで、ぜひ皆さんやってみてください。こんな感じでよろしいでしょうか。サクサクいきますよ。本当にギリだな、本当に頑張りますよこれ。できればね、あと生放送この東海 TV あと3回ぐらいでクリアしたいんで、もうサクサクともう最短ルートで進めていきます。でも最短ルートでも マグナム取ったりとかいろんなもの取ったりっていう風にやっていきます。よし、さて、で、この次譜面の半分を取ったんで、あとはね、このまま月光を引きましょう。あの有名なシーンバイオハザードね、ワンプレイされた方は当時ね、知っているあのシーンですね。譜面を使ってジルが結構引く。しかしクリスだと引けないから、レベッカに、あ、じゃレベッカじゃない、あ、そうだ、レベッカにお願いするっていう、あの有名なシーンをしに行きましょう。で、ここにペットがいるんで、ペットもね、ここはまあスルーしておきましょうね。前回放ったペットいるんで、これ、あぶね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 、おい、人懐っこいな、おいね、もう前回寒いから言いたいなんですけどね、やつだけが唯一の癒しなんですよ、このゲームの中で。そう、犬ドッグが現れるんです。そう、犬ドッグね、そう。さあ、ここでついにこれ使います。はい、これでエンブレムゲットですね。あ、待って、ここでエンブレム取っちゃいけないんじゃねえかこれ。そうだ、クレスト入っちゃうからエンブレム取っちゃうとあれだ、楽譜は合体できねえ。うわ、しかし小島テーマ、しかし戻ろうとはしない。お、誰かノックしてるな。開けてみる。あ、入っちゃったやばい、今の開けたらゾンビがバーンって来る落ちちゃったのに普通に開けちゃったよ。いや、この辺倒しとこう。ここでよいしょ、もうこれね、アイテム欄開けるために、あー、バカーン、チクショー、お前ダブルた、弾使っちゃいましょう。もったいない、もったいないですけど、危ない、ちょっとリロード、うわ、硬いって嘘だ、マジか、ちょっとまずい。序盤から一発クラッコーションですね。これ弾を使っちゃおうっていう作戦だったんですけど、で3発で、いやはや、これで4戦まずいな、これ一回回復だな、これ、まあ、とりあえずこれで1個空いたんで、このまま攻めていきましょう。うん、よし、じゃあこれで、まあいいや。さあ早速ね、追い込まれてきてしまいました。で、ここで譜面がな、あそこでエンブレム取ったのが敗因だな今回、もしかして間に合わなかったら。まず第一ミス、アイテム欄が1個開いてなかった。で、これ譜面きますね、手前から押しちゃうとやり直しになっちゃうので絶対奥から引きましょう。で、この譜面を合体させる、あれ、組み合わせ、あ、違う、組み合わせで月光引きましょう。
やばいな、これ一回アイテム、回復アイテム取りに行かないとちょっとボス戦厳しいですね。これ何回聞いたかな、本当にバイオワンから聞いてさ、ここの音だけはもう完全にアカペラでいける。トゥーントゥーントゥーン、急に歌うよ。するとね、どういう仕掛けじゃってね。どういう仕掛けじゃこれ。ね、これ必要なのかな。まあ面白いから OK か。もう前回のあの初ね、みんなのコメントで面白いからいいんじゃねっていう。この仕掛けは本当に何のためにいるんだろうっていう。これたまにさ、ここの下に人がいてさ、間違えて月光を引いてしまったら潰れるよね、こういうね。結構危ないと思うんだよこれ。ちなみにここはバーですね。ここの洋館の中にあるバーなんですよ、ここって。だから意外とね、酔っ払いとかが絶対下公園で寝てたら潰れんだろっていう。で、ちなみにこれ手紙ですね、確か手紙。トレバーの手、これトレバーって結構重要な人物なんで、これあの普通にプレイする方は読んでみてください。ね、後半の方の違うシリーズにも出てくる名前なんでね。うん、よし、じゃあこれでエンブレムをね、ゴールドのエンブレムゲット。あ、手記っていうの、手記だ。そろそろこの第一村人がクリムゾン化するかなと思うんですけど、まだしないですね。いや、どうしようか、回復アイテムどうしようかな。とりあえず普通に行きましょう。エンブレムのくぼみがあるんで、よいしょ、これに使っていきましょう。はい、すると謎解きですね。はい、時計の、これもね、あのプレイ、あのリメイク版の方のね、オリジナルですね。で、これヒントを見るとここですね。そう、短剣は胴体、長剣は頭ってことで、長剣をですね、適当にこれどっちだ、小さい方が長剣が、長剣が頭なんで、これ戻しましょう。で、短剣の方だな、短剣を6時ぴったりに合わせれば、右、これ間違えたら時間かかるんでね。要は短剣っていうのは短い方の短身なんですよ。短身を胴体で、長い方のね、長身を頭の位置に合わせると、ここで謎が解けます。するとこの奥に4戦、ボス戦用の鍵が出てきます。ここでついに、ボス戦線4との対決になりますが、回復アイテムがないんで一回戻ります。ごめんなさい、これあ、でもいや、ちょうどいいや、戻るからこのインクリボンも持ってこう。一回アイテムボックス、これやばいな、デンジャー一歩手前だから、ここにいるペットまずいな、これペットまずいっすよこれ。一発食ったらペットデンジャーっすよ。しかも帰り道、あ、そう、帰り道にクリムゾンヘッドいるじゃん、忘れてた。まずいな、ちょっと下から行こう。じゃあ下から行きます。そうだそうだ、クリムゾンもいるし、ワンマンもいるし、結構まずいな。4だ4に行くためにはね、ここ、あ、でもな、でも確かこう窓からゾンビ入っていくんだっけかな、このタイミングだと。いろいろとあるんですよ、そう簡単にね、アイテムボックスは行かしくないんですよ、このゲーム。やばいですよ、これ。これで多分ね、3分ぐらいロスですね。で、ここまだ犬、反対側から行かなければ、ここでワンワンは入ってこないんで大丈夫です。バーンって来ないんで、これまだ。よし。さてさてさて。うん、まずいですよ、コメントでもそう、まずいなっていうコメントがあるな、そうなんで、まずいんだよ。ここでおっぱい。ここも、いや、しょうがない、ここはもう癒しだ、これ。ういー、ういー。ここで、ここが一番パイを積みれるところがね。よし、オッケー。うひょーって、今、ありがとうございます。運営さんから今、うひょーっていうコメントありました。ありがとうございます。もうね、さっきからね、カンペがおっぱいしかないんで。で、こうダイナミックご来店しますんで、ここスルーですね。はい。もう今のところ、こう、10日2日間やってきて、運営さんからのカンペがおっぱいしかないっていう。まあ、しょうがない。これが HD 版の良さだからね。うひょーっていうね。うひょひょ。さあ、それで4戦になります。そんな感じで、少しはおっぱいもありましたけど、おっぱいばっかりやってらんない。上にクリムゾンいるんだよな、これな。うん、そう、運営さんもね、毎日投会議やってちょっと疲れちゃってるからね。そう、そこたまには癒しよね、ゲームの中に癒しあり。じゃあここでまずクレスト、これはマグナム、あー、流れ的には使うな。ちょっとインクリボン、どうしようかな、これとこれで。これも使わなかったかな、館の鍵は。いや、使うな。で、これだな。で、回復アイテムあったっけな、俺結構回復アイテム、いや、これちょっと1個温存、いや、時間ない、いや、救急スペース使っちゃおう。
やチョコシャーベリーやん。よし、これで使っていく、回復する、もうこれ以上回復しません、セーブしちゃいます、アイテム欄がもったいない。さあ、このさっきゾンビに一発食らったことによってまさかこんなことになるとは。もう一回クリームゾーンゾーンを行くことになるんだもんな、ちょっとまずいな、大失態だな。クレストは持っておきましょう。で、いや、クレストの代わりに救急スプレー1個持っていこう。で、一応ショット、まあ打ち漏らしはないな、 OK。 うん、ショットガンあるんですけどね、まあ用に対しては硫酸弾が効くんで、あえてショットガン使わずに成功法でいこう。で、上にいるクリームゾーンはこれ硫酸使っちゃいます。動っ、はい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 、ほら、うわあ、嘘だー、待ってて、バカお前なんで外れた、今の完全なる不審だったのに。死んだ、死んだな、オッケーオッケー、うっそ、あいつ早すぎた、マジか、まあいいや、4発あれば勝て、いやでも大丈夫、リチャードのアサルトショットガンがある、俺は信じてる。まさかの外した、やったかっていう、今の完全もう笑顔で撃ってたんですけど、あれ外れるんだ。うわあ、うわあ、うわあ、バカ、硫酸弾がないんだって、残りよかった救急スプレー持ってきて、あと2発とハンドガンか、まあうーわ、もうやだよ、だから嫌なんだよ、だから嫌なんだよ、あいつらすぐ蘇るから。でも大丈夫、リチャードが生きてるイコール朝食感もらえる。いや、硫酸弾2発とハンドガン10発勝てるかな、まあセーブしたからいいや。うん、もうリアルタイム、動画だったらこれ絶対カットですよ、これ本当に、あの解説しないとか、そんな動画作ってたらこれ絶対カットですから、これタイミング悪いから。よし、怖いですよ、わかるでしょこれ、当時のバイオ1にはなかったこの感じですよ。さあ、ここで来るよ、みんなお待たせお待たせ、4だよ、イエーイ。とりあえず硫酸弾打ち込んじゃいます。ここであのジルが襲われるんですけど、ここでリチャードが生きてると来ます、援護、火力返せ、気を抜け、オッケー、やっぱり痛い、ダメ、これ毒食らったかな、これまずいかな、これ毒、あー、しまった、ここでポイズン食らうのは非常にまずい、これはタイムロスですね。ここで毒を食らうとイベント発生するんですよ、毒対策の。やばい、まあしょうがないです、よろしくお願いが。で、武器今ハンドガンしかないんですけど、ここでリチャードがアサルトショットガン投げるんで、それパクりましょう。リチャード、ありがとう、リチャードは、リチャードが食べられてしまいました。で、ここでリチャードのアサルトショットガンがあるんで、あれ取りに行きましょう、とりあえず。よいしょよいしょよいしょ、ごめんねごめんねごめん、取るよ取るよ、よいしょ、これ欲しかったんだ。4、これ倒さずにいけるかな、ごめん、ちょっとね、このマスク欲しいんだ俺、ちょっともらうよ、よし、オッケー、じゃあ帰ろごめんね、お邪魔しました、殺しませんなんとくるくる回ってね、倒さずにもいける。でもしかしこれでイベントね、ポイズンここで食らっちゃうのがまずいんだよな。まさか毒、血清を打たなくちゃ、うん、これ誰が助けたんだろう、ね、これ知ってます、これ未だに俺バイオやってるんですけど、ここで助けに来るんだよ誰かがね、バリーかな、ウェスカーっていう話もあるんだよね、これね、血清まで行くっていうのがあるんですけどね、うん、レベッカ、そう、レベッカって説もあるし、バリーって説もあるし、ウェスカーっていう説もあるんですよね、これね、いろんな人が、あ、ごめんね、ちょっと通るよ、ごめんね、ちょっと血清行きましょう。あれ、あ、助けに来ないんだっけこれって、あれ、お、あれ、これってイベント発生しなかったっけこれ、あらら、倒れない、倒れてここで誰かが医務室で運んでくれるイベント、なぜ、あらら、いつも毒食らわないから今回食らっちゃったかな、あー、ペットどうしよう、あ、でもこっちだな、こっちから行こう、あ、でもこの上ゾンビいっぱいいんだよな、めんどくせ、これはちょっとめんどくさいな、そう、バリアルートか、人徳すげえ信用ねえんだな、
できるっしょ、ジルなら大丈夫っしょ、生き残るっしょって言って。やばいぞこれ、本当に宿舎までクリアできるかな。これは痛いタイム。あ、でもここでアイテム揃えちゃおう。ここで一回結成使ってアイテム整頓してそのまま宿舎まで行っちゃおう。やっぱいるな。前回倒しそびさ、前回はこれこいつグレードランチャー一発耐えたやつだ、こいつ確か。アサルトショットガンはこれ使いたくないから温存しよう。ちょ、一回結成使っちゃいましょう。ゾンビいねえ。おお、びっくりした。今食らったら本当に4回やりましょう、困るぞ。でこれで結成使っちゃおう。びっくりした、もう意外とうおーって言っていなかったし。使う、飲む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 。うわ、デンジャーなってるし、もう死んじゃう死んじゃう。救急スプレー、もう今回はランク目指してないんで。でここでもうデスマスク全部取っちゃおう。デスマスク、ハンドガンでいくかな。確かこの先はハンドガンでいけるな。あ、違う、いけねえや、ハンドガンいけねえや。あいつ来るんだ、あいつやべえやつ来るんだ、忘れてた。あれ、マスク、デスマスクもう一枚あるよね。あれあれあれ、あー、そうだ、やべえ、忘れてた。ちょっと待ってくださいね、思い出しました。一箇所取ってねえや。やべえ、4とこであれ取るんだ。うわ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 、マジか。しょうがねえ、しょうがねえ、しょうがねえ、思い出した。はい、足りない、時間が押してます。すげえ、コメントで煽ってくる、悪い奴がいっぱいいる。いいんだよ、ゲームは楽しめればいいんだよ、ゲームは楽しめればいい、楽しめればな。うん、宿舎まであと何分だこれ。今始まって約な、何分まであるんだっけ。運営さん、あのおっぱい以外のカンペお願いします。何分まででしたっけ。10分、あ、た確か23時10分まででしたっけ。プレイは、あ、うんうんうんって、うん、カンペ出てこない。やっぱりおっぱい、クリムゾンガシャル、あいつなんで俺踏んでないわ、あいつ追っかけて追っかけて追っかけて、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。よし、あと40分か、40分でいけるか、宿舎までいけるかな。頑張ろう、宿舎クリアだもんな。いやでも頑張ればいける、自分を信じよう。よし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 、タスならいける、タスならいけるな、絶対にタスさんならいけるな。俺は今日からタスさんになるよ。ここで、ここ忘れてた、ここで取るんで、一回毒ガスの場所なんだよね。うん、口ばっか動かしてるからって、頑張っても動かしてるよ。よし、ここ確かね、右手前1個と右奥1個でクリアだはず。ここ確か右手前、あ、違う、左奥だ、左奥をまず押す、で右手前を押すと確か正解やったはず。でこれからのこれだったな、頼むよ。あれあれあれ、あー違う違う、あれ忘れてる。で確かこれでこうだな。あれ待って、あ、よかった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 。そう、乱数調整、乱数調整、焦った、今冷や汗かいた。コメントでアンブレラはここを遊園地でもしたかったのかってコメントが面白いな。確かに本当遊園地だね、旗から見たらただの遊園地だけど、確かこれ押す順番あったんだけど、確かこれ、違う、待って、でこれひっくり返しこうだな。 OK、 一個一個ミスしていくスタイル。よし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 、焦りが見えております、小島店員。しかもここでクレストを忘れてくるという大失態を犯す。うん、ちょっとこれは集中ですね、まあ、集中力足りてないですね。
アンブレランドまた新しい単語作ったな、みんなで。よし、ちょっとこれどうしよう。いやクレストはいいや、帰り道でいいや、行こう。もうそのまま倒しに行こう。でこの先も謎解きあるんだ、確かな。クレスト、その確かこの先に、あーなんか入ってきた、なんか今入ってきた音がして、今お邪魔しますみたいな。でここですね、ここは確かカラスがいる、いて、確か電熱線があるんで、これ間違えたな。緑が、紫、腕輪がオレンジ、頭が緑、腕輪違うやばいぞ、これを紫だ、これだ、これで反対側に行って、でこれをグリーンにするんだよな、頭をグリーンにして、で反対側を一発押すんだな、これで確か。じゃあこれで OK のはず。 OK で腕輪がオレンジ、首輪が紫、頭が緑、 OK。 ここら辺はサクサクいきますよ。失敗するとカラスが飛んできますね。でここにマスクがあるんで、これ拾っていきましょう。これでもうクリアですね。じゃあカラスかわいそうだから、ちょっと頑張れ。うわーうわーよし、ちょっと一発ぐらい倒しとこう。うん、今頑張れって言って空砲にしようと思ったら普通に当たっちゃったよ、ごめんねって感じ。ごめんねごめんね。さてここで降りていきましょ う、 そう、当たるとは思わなかった。一発までは起こしたかもしれないって言葉あるからね。そう、一発までは起こしたもんある。さあこいつ強えんだよな。ここで仮面、ここもちょっと変わってるんですよね、リメイクでね。すごいなんか足場がちょっと変わってる感じ。そう、ここですーげーリアルになってるんですよ、リメイクな、あのリマスターだ、リマスターされて。さあ来るぞこれ。こいつがね、できれば硫酸弾ぶち込みたかったんだけど、普通のゾンビに硫酸弾4発使っちゃったんで、ここは硫酸弾使わないでいきます。でこれだな、あ違う、こっちだ。ザワ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 、はい来たー。さあ皆さん知らない人はこれドキドキするじゃん、なんかあのあれおかしいぞ。そして俺はアサルトショットガンを持つ。でここにショットガンの弾が落ちてるんで拾っておきたいけど、イベントが発生しちゃいます。でここに持ってくのはショットガンでいいですよね、多分1、2発は食らうかな。硫酸弾ならまず勝てるんですけど、ここもゴルシです。はい、オッケー。ショットガンだったらね、硫酸弾だと距離があるんでたまに外れることがあるんですけど、ショットガンだったらご了承でいきます。よいしょそうです、実はあそこで、まあ、怖いよって思って逃げ回った方のが実は危ないっていう、そんなことがありますので、ぜひ皆さんショットガン持って現在地から一発撃ってだいたい 2,3 秒ですね、 2,3 秒置いてから次を発射する。連続で撃っちゃうとね、相手がひるまないんで、一発撃ってうんって少し置いてからもう一発撃つとはめられます。はい、墓荒らし汁ですね。ということで、ここからまだこっち戻りましょう。よし、これでもう表行きますね。よし、これでもう、これでもう宿舎まで行けます。で宿舎クリアまで目指してるんで、一気に行っちゃいましょう。今日ネプチューンも出るよ。よし、こっち行って、でこれで一回洋館からおさまですね。ここでようやく洋館を離れて宿舎の方ね、ここの洋館って、まあ、あのお客様ご来店用とかだったりするんで、裏の方に社員用の宿舎があるんですよ。そっちの方に今から向かっていきたいと思います。要はあの普通の社員さん用みたいな。うわーい、うわい、ダブルかよ。待って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 、2人はきついって。いや、ここもハンター来るんで、ハンター来たらこのゾンビ消えるんでスルーしましょう。ガブッと一発で、ここね、ここにペット来るんですよね。まだコーションか、いいな、いける、コーションならいけるはず。ここペット来るんで一気に駆け抜けましょう。ここでよいしょ、ここで使う、で使って今ザワって音がしたけど、今がいい、
犬ドック来ました。これ急げ急げ急げ。おしょけ。うん。という感じですね。ここは弾を結構弾もったいないんで、ここはすぐ消えるんで、ここはスルーしていきましょう。すると、はい。宿舎に通じる裏の倉庫です。ここでは弾と救急スプレーがあるんで回収しましょう。あと確かバッテリーパックがあったかな、ここは。よし、緊急回復のバッテリーパックゲットできますね。よし、これで。さあ、皆さん来ましたよ、ここ。ここは、ね、ここはね、今までにない扉があるんですよ、ここに。前回のバイオ1プレイステ版ではなかった扉があります。ここはリメイク版プレイされた方はかなりトラウマなんじゃないでしょう、ここは。えっていう、こんな場所なかったぜ、みたいな。で、これ赤は西ですね。これも覚えてますか？あ、ここで、くるくる止めます。N だから、N が西だから W。ほい。あー、違うよ、それ南。これを、北、青は確か北だな。ほっ！ OK。リズムゲーですね。で、これ W が西よね。西向けて、これはもう、とある謎解きをすると書いてあるんですけど、まあ、ここはもう知ってるんで、つまりいっちゃいます。もう押せよ森入っちゃったよって、ね、ものすごいツッコミが出る。押せっつ近づ森に近づくな、もう入ってますけどお疲れ様ですみたいな言うのが遅い。もう手遅れでございます。 そんなことを聞きながら突っ込んでいくジルバレタイ。で、これ行くなって言われてるんですけど、行かないと進まないで行きます。で、これ来た、よいしょ、これ来て来たですね。うん。で、これで、あ、そうですか、近づきませんって言って近づかないと一生ゲーム進まないんで行きましょう。近づくなって言われても行かなくちゃいけない、このバイオハザード。よし、進んでいきましょう。するとここ開きますね。と、原作にない設定、これはまあ見ていけば分かるんですけど、とある方が出てきますんでね。これは原作にはないステージ。で、さっきのクレストがあるんですけど、さっきは蜂をところで取った四角いクレスト、これはここで使います。ここで使うとなんとマグナムが手に入るんでね。はい、原作にはなかった謎のシチュエーションがあります。はーい、みんな、ちなみにこれトラウマになったって人コメントで、これ覚えてるよーって言って、これ誰しもがリメイク版で一番怖いシーンだよね。今までのバイオだったら大体敵は倒せるんですけど、倒せない敵が現れるっていう。やっぱいっぱいいるな。ロケランですら倒せません、この人は。ロケランですら倒せないモンスターですね。まあ、ひるませることはできるんですけどね、マグナムとかでもね、数発打ち込まないとひるまないっていう。うん、初見に繋がるのが怖い。いや、もう初見さんはぜひどんなやつが出てくるかお楽しみください。さあ、するとね、これ本編でなかった小屋ですね。謎の小屋が現れます。これなんだろうって入ってみましょう。そうそう、コメントでますので、そう、リサちゃん、リサタン来るんだよ、ここで。お母さん2つくっつけた、お父さん3つくっつけたみたいな。なんだっけ、そんな感じだよね。なんかくっつけてみたらなんちゃらガタガタで、なんかね、そんなやつだよね。そう、日記がめちゃめちゃ怖いんだよね。 お父さん2つくっつけた、お母さん3つくっつけたみたいな、そんなやつが出てきます。一回ダメージ食らっちゃってるんで回復しましょう。この先に宿舎に結構ハーブが落ちてるんで、回復アイテムも一応取っといて、救急スプレーいらないかな、リサタンだからな。一応セーブしときましょう。ここでちょ、リサタン知らないからな。武器をどうするか、アサルトショットガン持ってこ。犬ワンワンがいっぱいいるから、これアサルトショットガンのを使うためにまずこの6発を使い切っちゃおう。で、ハンドガンはいいかな。てか弾少な、マジか。ハンドガン結構ねえな、こう見ると。いや、とりあえずここ先にこっちのクランクハンド取っちゃおう。よいしょ。やばいね、バイオっぽくなってきたね。意外と弾がなかった、見てみたら。ハンドガンもいらないか、ここまで来ちゃったら。でも宿舎、あ、でも宿舎はハンドガン使わねえんだよな。あ、やべ、フラグ立ってしまった。今何か入ってきましたよ、今。誰かお邪魔しましたよ、今、この家の中に。誰が入ってきたんでしょうね。あ、さ、セーブしてねえや。動揺してセーブしてねえや。俺ほんとこいつ嫌いなんすよ。で、ここは装備しません。この、あー、これ読みましょうね、これ。ある家族の写真。これ真ん中が、これリサタンですね。
誰か書き残した手紙。お父さん一つくっつけた、お母さん二つくっつけた、中身はやっぱり赤くてぬるぬる、白くてカタカタ、本当のお母さん見つからない、お父さんわからない、またお母さん今日見つけた、お母さんくっつけた、お母さん動かなくなった、お母さん悲鳴あげていた、なぜ私は一緒にいたかっただけ、お母さんどこ会いたい。ね、固くてぬるぬる、お父さんくっつけた、 お父さんもすぐ死んじゃったんだろうね、リサタン。要はいろんな人間がくっついてるってことですね。お母さんとお父さんとだいたいね4つぐらい、あ3つか。うん、さあどんなものか見てみましょう。これはリメイク版限定のキャラです。まだ来ないかな。 今家に入ってきたのがそういうことですね。硬くてぬるぬる、意味深じゃないよ。違う違う、怖いんだからね、このシーンね。違うの持ってくなよ。違う氷持ってくなよ。夜だからダメだぞ。よし。でここは武器を持つ、ショットガン持つと動きが遅くなるんで、ここは機動性を生かしていきましょう。ほい。でここ一回ね戻るんですけど、戻ったら一回その回避できるんですけど、ここあえて突っ込みます。一発食らう覚悟で突っ込みます。時間がないんで、一旦そのさっきのクランクハンドルがあったとこまで戻ると、あの リサタンが段差を飛び越えるんですね。段差を飛び越えた瞬間に逆に突っ込めば回避できるんですよ、確実に。うん、はい、いっぱいくっついてますね。顔が3つ、これねリメイク版になると分かりやすいんですけど、顔が3つぐらい。うわ痛いよこれ。2発で死にます。これめちゃめちゃパワー強いんで、リサタン2発でノックアウトですね。今のあのオレンジぐらいのダメージだったら即死です。うん、で銃で倒せません。逃げましょう、必死に逃げましょう。もう武器も持たずに高機動型で逃げましょう。よし、こっちかな。ここも若干迷路になってるんでね、ルート間違えないように。でここにゾンビがいるんで行き過ぎ、ね、焦って行き過ぎるとゾンビに噛まれちゃうんで、裏から回っていきましょう。バイバーイ。うー、やべえ、クレスト忘れた、マグナム用の。まあいいや、さすがにリサダンの家に俺戻る気しねえわ。うん、知ってたってごめん、コメント見えてなかった今すぐで。いや、とりあえず宿舎帰りに持ってこう。うん、宿舎帰りに取りに行きます。まだここに来るチャンスはあるんで。うん、このミスが後に響いてくるのである。そうだな。よし、じゃあよし、さあちょっと集中力が落ちてますね。集中力が落ちてるんで、じゃあそろそろ一旦、うん、行きたいと思いますね。じゃあすいません、じゃあここで一旦 CM です。一旦少し私もお水を飲ませてもらいますんで、ね、はい、じゃあそれで、じゃあお願いします。 CM どうぞ。